上空曇り空、マツダズームズームスタジアム広島です。セパ交流戦、広島東洋カープ対北海道日本ハムファイターズの2回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、まもなく試合が始まるわけですが、現役時代は西さんは試合前必ずやっていた何か準備というのはあるんですか？まあ、特にはないんですけども、やはりピッチャーの資料をよく見るということですかね。なるほどね。やはり準備万端に越したことはないということですよね。まずはカープの先発、大瀬良がマツダスタジアムのマウンドに上がります。今日勝てば5勝目になります。小宮山さん、まずは先制点をどちらのチームが取っていくのかというところ、注目ですよね。そうですね、本当に先制するかしないか大違いですからね。先制点が欲しい両チームの攻防です。強振してきました。154キロがいきなり出ました。ストライクになります。ノーボール2ストライクです。打ちました。おっと、取った。一塁送球、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている太田。ヒットでランナーを一塁に置いています。ランナースタート、キャッチャー送球して滑り込んでアウト、盗塁失敗。ここは盗塁を許しません。これはもうキャッチャー素晴らしいスローイングでしたね。いや、ピッチャーはホッとしたでしょうね。はい、先制のランナーいなくなりました。いや、本当に助かりましたね。そうですね、引っ張った、サード取った、一塁送球します。ツーアウトになりました。バッターは清宮。ツーアウトランナーありません。これはどうか、セカンドが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ファイターズ結局3人で攻撃を終えています。守ります。1回の裏カープの攻撃です。カープはご覧のようなオーダーとなっています。キャッチャー石川、一方守りますファイターズはご覧のような守備陣です。ファイターズマウンドに上がるのは先発の吉田。さあ、カープ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは長野。さあ、ファイターズはルーキーが登板ということになります。さあ、そのルーキーをカープ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。
最初はボール、まあ、ここは狙いを決めてそれだけを打っていく感じですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。内へ低めの変化球、追い込んでいます。ワンボールツーストライク。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。田中が抑えています。ワンアウト。バッターは2番に入っている菊池。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャー吉田、ルーキーながら1軍の仲間入りをしています。いや小宮山さん、緊張感漂ってますね。監督が信頼をしてマウンドに上げてるわけですからね、持ってる力を出し切ってもらいたいですよね。そうですね。インサイドセンターへ、伸びがありません。この打球はフライになっています。センターが取りました。ツーアウトです。バッターは3番の国保。ツーアウトになっています。マウンド上のピッチャーは吉田、そしてキャッチャーは石川。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね。その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。ここは打ち上げています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。この回カープ三者凡退です。2回表に入ります。ファイターズの攻撃、バッターボックスは4番中田。さてカープの先発は大瀬良。ここまで12試合に登板して4勝3敗という成績。前回の登板は9イニング投げて白星を挙げています。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。ナイスボールですね。ノーボールツーストライク。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあランナーを置いてどう対処していくでしょうか。まあ、ここはね、気にしないでね、次のバッターを仕留めること、まあ、そこに集中することですね。カット反らしている。ボールを拾って二塁を送ります。ノーアウトランナー二塁です。ここで大きなミスが出てしまいました。こうなると1本出たら先制ですからね。しかしサイン違いでもないようでしたから、キャッチャーはそれ、このピンチ見事三振を奪いました。まず一つアウトを取りました。さあそして打席には石井入ります。さあワンアウトになりましたが、まだピンチは出していません。先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですよね。いいコースですが外れています。低めの変化球見送りましたがストライクです。引っ張った、これはどうだ。ファーストの右抜けました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。ファイターズ1点を先制しました。見事なタイムリーヒット。1対0カープ、なおもピンチです。小宮山さん、先制点を奪われてしまいましたがいかがでしょう。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。なんとも痛い失点となります。打席には7番バッター近藤。カープこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負います。さあこの場面をどういうピッチングで切り抜けてくるか。こういう場面で初球からストライクを入れられるのは自信があるからでしょうね。ああそうですか。低め、これは外れた。打った、三塁へ送球。これで3試合連続安打。ランナー三塁一塁となりました。さあそしてバッターボックスには石川が入っています。さあなおもピンチの場面、ここでしっかり食い止めたいですね。なるほど、そうですね。ここは三振が取れれば理想的ですね。引っ張った、三遊間抜ける、レフト弾く、サードランナーホームイン。ボールを拾ってファイターズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、2対0になりました。カープこれで2点ビハインドとなりました。
抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。この序盤戦さらにリードを奪われます。先発の吉田バッターボックスです。まあ、ここは自分を助けるようなバッティングをしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。初球から際どいコースをついてきます。低めは外れました。さあ3球目は何か。これは手が出ないか。ストライクを取ります。ワンボールツーストライクです。空振り。ここは空振りでアウトを取りました。ツーアウトになっています。さあそして打席には西川が入ります。さあツーアウトにはなりましたがピンチは続きます。まあ、この点差を保って攻撃に移りたいですから、ここもしっかり切り抜けたいですね。なるほど、そうですよね。バッターボックスの西川、今シーズン得点打ちました。この当たりはどうか。ヒットになった。サードランナーホームイン。ファイターズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、3対0。カープなおも2塁1塁のピンチです。抑えたかったんですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。この序盤戦さらにリードを奪われます。2番バッター太田。カープこの回3点を失っています。アウトコース打ちました。飛びついて掴んだ。アウト。スタンドのファンも沸いています。受けようかという当たりをご覧のようによく取りました。ファインプレーです。いや、素晴らしい反応でしたね。しかしこの回ファイターズ見事な攻撃でした。3対0、ファイターズ先制です。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあカープこの回は4番から始まります。鈴木が打席に入ります。カープビハインドで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ、打った。高く上がった。レフト下がっていく、下がっていく。フェンス直撃。バッターランナーは2塁到達。先頭バッター出ました。カープノーアウトランナー2塁です。さあそしてバッターボックスには西川入っています。さあここは追い上げておきたい場面。まあ序盤のうちに1点でも多く返しておきたいですね。なるほど、そうですね。ファウルになります。バッターの西川、今シーズンの得点圏打率は3割3分3厘となっています。やはりクリーンアップ頼りになりますね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。ああ、そうですか。ここもファールです。インサイド落ちました。高く上がりました。キャッチャーが構えます。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。ワンアウトランナー2塁になりました。ここはつなげておきたかったんですけどね。このチャンスの間にね、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですよね。さあこのチャンスでバッターボックスには6番の相澤が入っています。最初は変化球できました。ボールになります。高めのボール、レフトへ打球伸びる。レフトライナー掴んで、これで2アウトです。2アウトランナー2塁となりました。さあそして打席には阿部が入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。今のうちに1点でも多く返しておくことが重要ですから、この打席はしっかり得点に結びつけたいですよ。なるほど、そうですよね。ファウルになります。今のはバッターよく見ましたよね。はい、これもファウル。低め見ました。ボールです。インコースの変化球見ています。フルカウントになります。またファウル。スリーボールツーストライク。フルカウントです。打ちました。ここはフライになっています。取ってスリーアウトです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。2回終わって3対0、日本ハムファイターズがリードしています。以上にて選ばれた方はカープが勝った場合ヒーローインタビュー。小宮山さん、立ち上がりに攻められてしまいましたがいかがですか。いや、もうとにかく無駄な走者を出さないことですね。この1点に尽きると思います。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。
インコース決めてきた。あっという間に2ストライクです。痛烈、これはどうだ。ファーストの左抜けました。これで9試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターは4番中田。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い打ちました。いい打球だ。レフトに強い打球。レフトバックする、バックする、三塁へ送球する。これで2試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー三塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには田中が入っています。さあ、得点圏にランナーを背負った場面です。まあ、序盤から離されないようにここはピシャッといきたいですね。なるほど、そうですね。初球は外、高いですね。低めで打ち損じを狙いたいですね。打ちました。これはどうか。取った。二塁へ。セカンドフォースアウト。一塁送球アウト。ダブルプレー。ファイターズ1点追加します。アウトの間に得点。4対0。カープ、もうこれ以上点はやれません。バッターは6番石井。先ほどの打席で先制となるツーベースヒットを放っています。小宮山さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてますね。調子自体もあまり良くないと思いますけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。ああ、ボールですか。ええ。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。しかしこの回ファイターズ1点を追加しています。4対0。日本ハムファイターズのリード広がっています。西さん、この展開ですから序盤のうちに1点でも返しておきたいところですよね。まあ、とにかくね、なるべく早く追いつきたいですよね。本当にそうですよね。これが初球。インサイド外れます。これが2球目。変化球入りません。ボール先行です。